の新作スイーツを食べながらの読書、贅沢だな。綺麗なお月様、写真に撮ってお姉ちゃんに送ろうかな。うたた寝しちゃった。あれ、何ページまで読んでたっけ。リミリンが貸してくれたミステリー小説、面白かったな。食欲の秋には山吹ベーカリーのパンがおすすめだよ。家の手伝いも終わったし、溜めちゃってる小説でも読もうかな。空が暗くなるの早くなってきたよね。もっと練習したいよ。大きい松ぼっくり見つけちゃった。なんかラッキー。食べ物が美味しいよね。ついつい食べ過ぎちゃうよ。この前ランちゃんと秋の盆栽の話で盛り上がったんだよ。みんなでもみじ狩りに行きたいけど、どうやって誘えば。駅前のカフェに新作の栗あんみつか。ちょっと気になるな。ウサギたちにも食欲の秋ってあるみたい。毎日よく食べてるよ。秋って服装が難しいよね。悩みすぎて結局外出できなかったよ。やっと涼しくなってきたね。一緒にランニング行く？